カメラマン来てくれ。はい、どうも、さんまです。今日はね、9月の20日、はい、金曜日でございます。はい、待望のですね、はい、OB 第1弾やってまいりました。はい。メンツすごいんだけど、うん、その前にですね、ちょっともう大谷くんがね、朝から冴えてる、とにかくすごい。50、50、はい、ホームラン50本のね、盗塁50、達成するかと思ったら飛び越して51、51いっちゃった今日ね。6安打10打点、ホームラン3本?いやいやいや、なんかやってるよ。てかもうなんか人間やめてる。石仮面かぶってるかもしれない。そんな感じ。まあそんな感じにちなんでじゃないんですけどね。エナジー、はい。ちょっとご覧ください、このエナジー。はい。51,510人。意味もなく、してまいりました。はい。というところで、まあ新登場のね、はい。OB 第1弾。まあ早速ね、ちょっと選手の方を見ていきましょう。はい。はい、阪神金本さん、まあ、安打製造機で83の同値、超人つけると82の同値で、かつ走力 B になるというところで言うと、まあ、守備がちょっと良くなったりとか、リアタイ勢とかについてはするのかもしれないですけど、まあ、リーグ的には安打製造機一択、超広角ライドラ存在感の阪神金本、超強くね、うん、まあ、写真の通りですね、骨折しながら、片手で、ね、持ってった、あの年の査定でございます。うん、まあ、非常にね、リアタイ勢もリーグ勢も喜ぶ仕様になっていると思います。はい、で、山本浩二、山本浩二さんも、まあ、安打製造機で86の同値ですね。まあ、これはいつもの山本浩二さんということで、センター A で、レフトが B、まあ、いろいろ使い勝手はリアタイだとあるんだろうなっていうところで、まあ、リーグでも当然ながら、まあ、86の同値はまあ使うでしょうっていう。まあ、これはもう別に視野つけてもいいですしね。まあ、2体持ちせざるを得ない性能ではありますね。はい。ブラックス、久々登場だね。いつ以来だろう ?2019 ぐらいの外国人 OB で出て、あ、その後出たっけ、もう一回。なんか忘れちゃったけど。パワーヒーチャンス、ブルヒー、まあ、これはリアタイでもまあ、守備で、いいつだって田村さんいるからなぁ、とは思うんだけど。うん。まあまあ、リーグ的には確実に、まあ、大逆転しものスナイパーで82の同値なんで、現段階のセリーゴーダー、次の最強戦はセリーゴーダーになってくると思うんですけど、これも、セリーグ最強戦でも使える、性能です。はい、王さん。王さんも、まあ、いつもの性能なんだけど、唯一違うのは写真が白黒。はい、白黒写真コレクターとしてはですね、かなりこれは、嬉しいですね、白黒オーダーもうすぐ組めんじゃないか、まだ組めねえかっていう、感じで、まあ、いつものね、ファースト B の、はい、リアタイで皆さんが使っているような性能、当然リーグ的にもミートパワー合計169は、確実にオーダー入り、12球団でもオーダー入るし、そうね、セリーグでもまあ入るだろうな、うん。はい、金田翔一さん、これもファン待望の白黒、はい、球威スタミナデフォ同値 AA で、まあ、球威制球合計が162は、まあ、もうリーグでも確実に使うでしょうし、もちろん中継ぎが S。これはもうね、12球団でも当分使うでしょうね。まあ、操作。はい。これはね、ちょっと操作能力渋くね。だって、防御率1点台でいってる選手が、この数字9位76の制球69で。まあいいんですけどね。はい。まあ、リーグ的には確実にこれで使わない選手になりましたと。はい。ブー、まあ、これは確実に、もう、松中さんと全く同性能になっちゃってはいるんですけども、はい。ミートパワー、84のデオ同値、はい。守備 C ですね、ファースト。まあ、これはまあ、使うよね、確実にリーグでは。うん。これは不動になっちゃうような気がしますね、リーグでは。はい、ボルシンガー、まあ、ボルシンガーの OB ってね、なんか出ねえかな、出ねえかなって結構、なんか結構予想動画とか見ててもよくちょこちょこね、ボルシンガー出ろ、出ろって言ってるのよく見たような気がします。うん。まあ、ロッテ、これまあ、当然リーグではちょっと使えないです。ただの完全球威型なんで。うん。ですけど、まあ、スピリーグ的にはどうなんだの、まっすらの回転だけが気になるんだけど、多分、これストレート回転なんだろうな。まあ、ストレート回転だったらね、ツーシームあってもそんな強くねえだろうけど、うにょうにょ回転だったら超強いけどな。スピリーグで考えたらちょっと取っとかなきゃいけないだろうなと思いますけどね。はい。はい、バティスタ。バティスタ微妙だね。これもまた数字が。まあ、パワー A 可能というところのサード C ですと。まあ、成績が成績だからね。まあ、こんなもんかなっていう感じはするんだけど、まあ、とりあえず新規を出したっていうところで、コナミさんのことを評価してあげましょうというところで、はい。ミコライオ、これはすごいの出てきたね。何これっていうぐらい、窮地制球高いんだけど、まあ、これは、本格派で81の、はい、同値にできるというところで、まあ、リーグ的にもまあ、
まだ使うな、まあ、今は使うな、パ・リーグ最強戦という観点で考えても、まあ、これは使うだろうな、使う、まあ、注目すべきはね、これ、ツーシームが A、ツーシームが A で超タイピンを俺、初めて見たんだけど、これ、プロスピで他にいる？いない気がするんだけど、ツーシーム A が、超タイピンになった場合って、どんぐらい曲がるんでしょうっていうところが、ちょっと個人的に、見てみたいです。はい、佐々木誠さんはまさかのセーブ版が登場で、ミート走力同値にはできないけども、まあでもライドラーとかね、センターライト守備 B とかっていうところはちょっと踏襲して、まあ使えるっちゃ使えんじゃないの、セーブだったら、まあ、守備 B だからね。そ、あ、よく考えたらそうか、セーブの来年のスピリーグって考えたらこれ取っとかなきゃダメだな。はい、ソレイタなんと、コンタク82同値使うけど、とりあえずだからファーストだな、他で埋まっちゃうからな。まあだから DH で使うか、まあ DH で使うか、パリーグ最強戦で考えたらまあ使うでしょうね。はい、で今回はですね、ちょっと1050% にするみたいなのがいつものパターンだったり、まあコンプするみたいなのがいつものパターンなんですけど、ちょっとですね、今日実はあまり時間がですね、ないということもありましてですね、まあ5151にですねちなんで51510エナジーで10連スカウトを51回引かせていただく、510連引かせていただく、でございます。はい、じゃあ行ってみましょう。はい、何事もなかったかのように30連目でございます。はい、ここは、OB 確定ドーン。おー、ありがてえ、ソレイタ、ありがてえ、ソレイタ早いのめちゃめちゃありがてえ。これのコンタクトが一番怖えよ俺は今。うわー、やっと出たよ。まだ OB 1枚も出ないですからね、確定以外。さすがに OB カメラとか出ないけど、 OB で、オビでね、ドーン。怖え、ちょっと待って、この510年何の波風も立たない可能性がある。わーしょ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 ー、さすがにオビでしょこれは、ドーン。やーべーやーべー、これちょっと待って、マジで何の見せ場もない動画になる可能性ができる。わー、30年連続、これはもうオビでしょ。すいません、すいません。さあ、やっと見せ場が来ました。やっと見せ場が来ました。ドーン。大ピンチ。大ピンチ。この動画下手したらボツになる、大ピンチ。フィーバー来たー。フィーバー来た。超すっげえ好きでね。どっちにしても。めっちゃ好きで。あれちょっと待って、今何列ペース？さすがに OB でしょ。そろそろこんだけ好きたらね。うん、俺は来ますよ、さすがに OB が。ドーン。よーしよしよし。危ね危ね。通常3連続でもう息詰まるかと思うと。山本浩二さん、ありがとうございます。よーしよしよしよし。ドーン。ナイス。ナイスだけどいらない。一番いらないやつ。よーしよしよし。OB、OB、OB、OB。かぶんなよ。ドーン。いや、いや、おい、くっそが、いや、きつ、いや、難産、ふぅ、なんでハマってんだよ、だる。よし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 、さすがによ、おび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 、よし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 、王さんか、王さん来た。おぉ、久々にオールビー演出、久々に見たわ。追いつこう、ドーン。ナイス、44。よしよしよし、やばくね。うわそこでかぶ、ノー演出でしかもかぶるっていう、ね、ラスト60連でございます。ラスト50、ラスト40、ラスト30、ラスト20、ラスト510連できた。よしよしよし、これでニューで締めようよ、ニューで。よし、いけ、もうとりあえず新種 OB で締めよう。新種 OB で10連目、嘘だろ。はい、無事510連終わりましてですね、まあ、引いた S はこんな感じかな。まあ、これじゃあちょっとね、ボーナスですね、応援団のボーナス。ランキング今回は、まあ、20位入れればいいかなぐらいで狙うと思うんですけど、まあ、それにしてもですね、1050% にしないと、まあ、走り出すこともできないと。
いうところもあるんで、実はあのですね、先日の交流戦の生放送で、まあ、2000連ぐらいね、罰ゲームの、連が残ってるっていうのもあるんで、明日の昼あたりに生放送でですね、まあ、この OB のガチャですね、引いて、まあ、2000連の残りを引いとけば、2000連の残りはちなみに1600円ぐらいあるんで、それをバーっとですね、1600円なんかとっくにコンプして、はい、集まりきっちゃうと思うんですけど、まあ、コンプ&はい、1050% するみたいな妄想ですね。明日の昼間にですね、うん、やれればいいなと、はい、思ってます。まあ、基本的にやります。はい。ちょっと今日はですね、横浜阪神戦も、ございましてですね、とっくに、優勝を諦めたんではないかという横浜ベイスターズがですね、必死にク、クライマックスシリーズをですね、しがみつくためにですね、ただいま大炎上中の、雄大の共にタオルとですね、一緒に応援していきたいと思います。はい。じゃあそんな感じで、では。